ウェストポイントウェストポイントはアメリカ合衆国ニューヨーク州オレンジ郡にある CDP である。また同域にあるアメリカ合衆国陸軍士官学校の通称であり、一体は基地である。ニューヨーク州ハイランズの市の一部である。2000年の統計によると人口は7138人である。アメリカ独立戦争の際に要塞化され、1780年に 当時アメリカ軍の将軍であったベネディクト・アノルドが敵に譲り渡そうとしたことがあった。1890年11月29日、ウェストポイントで初の軍対抗のアメリカンフットボールが行われ、陸軍を海軍が24対0で破っている。ウェストポイントは北緯41度22分15秒、西経74度2分34秒に位置している。ハドソン川の西岸にある、 アメリカ合衆国統計局によると、この CDP は総面積64.9平方キロメートルである。このうち63.0平方キロメートルが陸地で1.9平方キロメートルが水地域である。総面積の2.95%が水地域となっている。同地域は基地であるため、通常の市とは大きく数値が異なる。高齢者が極めてわずかであり。 平均年齢が極端に若くなっているほか、男女比が2対1を超えるなど、基地特有の人口統計を示している。2000年現在の国勢調査で、この CDP は、人口7138,996世帯、及び939家族が暮らしている。人口密度は113.3平方キロメートルである。16.6 平方キロメートルの平均的な密度に1044件の住宅が建っている。この CDP の人種的な構成は、白人82.31%、アフリカン・アメリカン9.09%、先住民0.50%、アジア3.35%、太平洋諸島系0.15%、その他の人種1.64%、及び、 根結2.96%である。ここの人口の6.56%はヒスパニック、またはラテン系である。996世帯のうち75.1%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、87.8%は夫婦で生活している。4.8%は未婚の女性が世帯主であり、5.7%は 家族以外の住人と同居している。5.4%は独身の居住者が住んでおり、0.0%は65歳以上で独身である。一世帯の平均人数は3.53人であり、家庭の場合は3.66人である。この CDP 内の住民は21.9%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が51.2%、 25歳以上44歳以下が23.0%、45歳以上64歳以下が3.8%、及び65歳以上が0.1%に、渡っている。中央値年齢は21歳である。女性100人ごとに対して男性は207.3人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は259.7人で、ある。 この CDP 内の世帯ごとの平均的な収入は五万六千五百十六米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は五万六千三百六十四米ドルである。男性は七千三百二米ドルに対して女性は一万七百四十一米ドルの平均的な収入がある。この CDP の一人当たりの収入は一万三千百五十八米ドルである。人口の二点零パーセ2.0%及び、 家族の2.0%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の2.6%、および65歳以上の0.0%は貧困線以下の生活を送っている。US g a z e t i a Files 2010, 2000&1990 United States Census Bureau http w w w s e n s u g o v スラッシュ www.gazetter スラッシュガ html 2021年四月二十三日閲覧アメリカンファクトファインダーユナイテッドステーツセンサスビューロー http://factfinder.census.gov2008 年1月31日,日閲覧。ありがとうございます。